どうも皆様こんにちは、ケンジチャンネルです。なんか仰々しい仰々しいかな。いや全然気楽な感じで話していきましょうね。水飲んじゃうぐらいには気楽に、うん、うんうん。で今日はね PS5 のお話をしようかなと思っております。と言いますのも、 PS5 のゲームソフト、ゲームラインナップの発表会が6月12日午前5時に、日程が決定しましたのでね、以前じゃあどんなゲーム来るんだろうねみたいな話は延期になる前に一回もやっちゃってるんでそれもやっちゃってるんで、ゲームソフトのお話はもうね、まあ一旦置いておきましょうと。12日午前5時どんなものが発表されるのか、まああとは楽しみに待つだけという話で、今回は PS5 本体のお話なんかをしていきたいなと思います。 PS5 の、まあ性能に関わる話とか外観、そして値段に関わる話みたいなものをちょっとしていきたいなと思います。まあその前にですね、PS5 のゲームソフトのラインナップ発表会に伴って、ジム・ライアンさん、ソニーインタラクティブエンターテインメント社長兼 CEO の方からのメッセージなんかがあるのでね、ちょっと読んでみたいなと思うんですけど、昨今の世界情勢を鑑み、延期をしておりましたプレイステーション5の映像イベントにつきまして、改めまして日本時間6月12日午前5時より配信を行うことを決定いたしました。皆様のご理解に心より感謝いたします。本イベントでは事前に収録した映像を 1080p30fps で放送いたします。準備に携わっているスタッフや多くの開発会社の皆様が自宅から対応してくださっており、制作準備の観点から今回このような形を取らさせていただきました。ご紹介するゲームタイトルを 4K 対応テレビにて実際に PS5 でプレイしていただくと、さらに美しい映像でご体験いただけますということで、実際のゲーム機よりは配信の方はちょっとね画質は落ちるのかもしれません。フレームレートも落ちてるのかもしれませんが、これね実際にね YouTube とかでライブ配信とかやってる方はわかると思うんですけど、4K60fps でライブ配信なんて前代未聞いや前代未聞ではないのかな。でも相当重たくなるし、世界中で何十万人が接続するだろうから、多分まともに放送できないだろうね。なのでまあこういう対応にしてるのかなと思います。さらに一部読んでいきたいと思うんですが、初代プレイステーションからプレイステーション4に至るまで、私たちは世代を重ねるごとにより高い目標を掲げ、限界に挑戦し、さらに素晴らしい体験をコミュニティの皆様にお届けすることを目指してきました。このことは25年以上も前からのプレイステーションブランドの使命であり、私は初期からそのミッションに携わってきました。新しいコンソールゲーム機の発売を迎えることほどエキサイティングなことはありません。ゲームの未来を再定義するこの新たな旅路に皆様をご招待できることに心が躍る思いです。これまでプレイステーション5については技術スペックやワイヤレスコントローラー、デュアルセンスの外観をご紹介してきましたが、コンソールゲーム機の発売はゲームなくしては語れません。そこで今回は年末商戦期の PS5 発売後にお楽しみいただけるゲームタイトルを初お披露目します。新しいスタジオからベテランのチームまで規模の大小を問わず、世界中の革新的な開発会社の皆様が日々 PS5 向けのゲーム開発にご尽力いただいてます。ハードウェアの可能性を引き出すべく制作されたゲームの数々は業界の中でもよりすぐりのものになるでしょう。さあというわけでね、一部まあジム・ライアンさんのコメントを読まさせていただきましたけれども、熱い思いがなんかすごく伝わってきますね。ゲームにかける情熱、そしてゲームがもたらす未来というものをね、果たしてどのように迎えるのか、我々も非常に楽しみにしている次第でございます。さてそんなわけでですね、まあ、ゲームソフトは、まあ今週の金曜日に発表されていくということが分かりましたけれども、 PS5 のゲーム機本体ってどんな形になるんだろうなみたいな話はやっぱり皆さん気になるところだと思うんですよね。で、まあ、まだ発表されないし、おそらく金曜日も発表されないと思うんですよ。サプライズで出しますってことはない気がする。外見見せるんだったらもっとね、もう一回そのインパクトを持たせられるんで別のイベント組みそうな気はするんだけれども、まあ外観に関してなんですが、皆さん
PS5 の開発機って見たことあります、まあ、ネット上で結構ね、いろんなところで画像が出てきてたりするんですけれども、まあ、こんな感じで真ん中がへこんでいてみたいな感じの形になっております、まあ、ゲーム開発する人たちが使っていたもので、なんですけれども、先日ねこのゲーム開発機の特許の申請の画像がなんか出ていたみたいなんですよね、でその画像を見るとまあ、なんかあの設計図みたいな画像なんで見ても面白いものではないんですけれども、両サイドにファンが3つずつついてるんですよね。いやそうじゃなくても PS4 のファンがうるせえブォーンってねよく言われていたんですけれども、さらにうるさくなるんじゃないかとちょっと危惧されておりますが、まあこれはね PS5 の性能を見ていくとやっぱり発熱がすごそうなんですよね。熱がものすごい熱が出そう。 CPUコンピューターですね、 CPU、GPU、 そして、SSD、 この3つがたくさん熱を出しそうなので、より一層ですね冷やさなきゃいけないよねみたいな話にきっとなってくるんじゃないかなとは思います。そうなった時にまあファンは必然的にたくさんつけなきゃいけないよね。でサイズ感にしても小さくすると熱がこもってしまうので結構大きくする必要がある。まあファンつけたりするからだんだん大きくはなっていくよね。PS4 Pro なんかよりはおそらく大きくなるだろうなっていう気はしている。一番合理的なのってやっぱりその Xbox シリーズ X みたいにパソコンに形状が近くなってくることが合理的でありそうな気はするので、そういう形に落ち着いている可能性もあるかもしれないんだけれども、まあ、家庭用ゲーム機っていう観点で見た時に、まあ、パソコンのような形を取るか取らないかっていうのはちょっとね今までのソニーのゲーム機を見ていると可能性は低そうだなっていう気はしますよね。まあ、ひょっとしたら開発機のように、まあ、真ん中をへこませるっていうのは別として、まあ、何かしらのその冷やすための工夫がね施されているかもしれません。まあ、そんなわけでね、そんなじゃあめちゃめちゃ熱が出そうな PS5 って一体どんな性能なのっていう話なんですけれども、まあ、スペックに関してはかなり前に、まあ、公表されているところはあるんですけれども、今改めて、その PS5 のスペックって今パソコンで組むとどのくらいのものになっていくんだろうなみたいなことも考えながらちょっと見ていきましょうか。主にですね CPU、GPU、ストレージ、まあ、SSD ですね、この3つの観点を中心にちょっと見ていきたいなと思っております。でね、あの PS5 の発表会とかある時って必ずあの SSD の話めちゃめちゃ出るじゃないですか。でかなり SSD に力入れてるなっていうところはあるんですけれども、この SSD の部分からちょっと見ていきましょう。発表されているところで見ると PS5 の SSD っていうのは、まあ、現在市場に出回ってるどんな SSD よりも優れていて、読み込み速度が 5.5GB/秒 だそうです。 5.5GB/秒、 5500MB/秒 ってことでいいのかな。いやなんか SSD の読み込み速度をさ GB/秒でその記しているのってあんまりないよね。その、まあ、その桁数までいくものがまだあんまりなかったからね。パソコンとか見ても1800MB/秒とか書いてるものとかあったりするんだけれどもっていうぐらい、これぐらいの速度出せる SSD ってパソコンでもまあそんなに正直ないんですよね。今あの BTO のパソコンで今最新のパソコンを結構いい SSD 積んだとしてもこの速度は出ないんですよねって僕は思ってます。僕が調べた限りではですね、ごめんなさい、もっとパソコン詳しい方いたらごめんなさい、間違ってたらちょっとコメント欄で訂正していただけるとありがたいんですけれども、とにかくですねそれだけの速度を出せるのってめったになくて、何年か前のパソコンで SSD 積んでる人とかになってくるとおそらくですね、500MB/秒とか 600MB/秒とかの SSD を使っている可能性は非常に高いんじゃないかなと思います。しかしながらその速度でパソコンでゲームやってもまあまあ読み込み早かったりするのであんまり不満なかったりするんですよね。そこを結構飛び抜けてすごい速度にしているということになっているのが PS5 で、実際にじゃあそれぐらいの、ね、5.5GB/秒くらいの SSD の読み込み速度が出せるものパソコンでそれに近いものあるかって言われるとなくはない。PCIe 4.0 に対応しているものだと多分 4GB/秒ぐらいは出るのかな、ね、でもそれさ、それ家庭用とかで使ってる人って多分ほとんどいないでしょ。ロマンの域なんだよね。
例えばマザーボードとかも限定的なものでしかそれって使えないんですよね。 X570 のマザーボードじゃないと多分その PCIe4.0 に対応してないんだと思うんですよね。だからできなくはないけれども、まだやってる人なんてほとんどいないよねっていう、まあ、次世代の SSD みたいな感じではあるよね。で実際その PCIe4.0 とか使うと結構やっぱり発熱やっぱするらしくって、60度とかに普通になんかその SSD が熱を持ってくらしいんですよね。まあもちろんあの使い方とか状況によってその発熱具合は変わると思うんですけれども、それだけの速度を出すっていうことは今の段階ではおそらく結構な熱が出るので、ヒートシンクをつけたりファンをね、 SSD 用のファンがあったりっていうのは必要になってくるだろうなといったところ。まあいずれにしてもこの速度の SSD はすごくって、早く市場に出回ってほしいなって僕は思っている次第なんですけれどもね。今パソコンをさ、ちょっと買い替えようかなと思って SSD の速度も結構いい速度出るもの欲しいなと思ってるんですよ。それこそ 2000MB/秒 くらいの SSD をつけたいなとは思ってるんですけれども、あと1年とか半年待てばもっとすごいの出てくるのかなって思ったら、なんか買うに買えないでいるんだよね。どうしたもんかななんて思っておりますけれどもね。じゃあそんなわけで、まあ SSD はすごいよねと。で、かつ、まあちょっと発熱も出るよねみたいな感じになっている中で、じゃあ CPU とかをちょっと見ていこうかと思うんですけれども。CPU は、AMD の CPU 規格になっていて、全通、8コア。クロック数は 3.5GHz で可変式ということになっております。まあ、この辺のね、規格をね、聞かされても、まあ正直ピンとこない人の方が多分多いと思うんですけれども、例えばこれあの CPU で、これに近い性能ってどれかなってなったら、これ、Ryzen 7 3700X っていうのが8コア16スレッド。これオクタコアって読んだ方がいいのかな。じゃあちょっとね、発音し慣れてないので普通に数字で読ませてください。8コア16スレッドの 3.6GHz が、まあ、Ryzen 7 3700X なんで、まあ、比較的近いだろうと思われるものです。でこの CPU も、まあ、発熱結構やっぱりあって、80度前後まで、まあ、使い方とかにもいると思うんですけれども、発熱しますので、CPU しっかり冷やしていかないとこのぐらいの性能を出すんであれば大変だよねっていうところ。そして GPU が、AMD の Radeon、RDNA2 ベースドグラフィックエンジンみたいな感じで発表されておりましたが、この RDNA2 みたいなのってまだ市場に出てねえのかな、市場に出てない規格のものだよね、っていうことで、まあ、次世代の GPU 規格に近いのかなという気はしますけれども、これ周波数が 2.23GHz の、10.3TFLOPS ということなので、これまたね、まあ、なんだろう、クロック数とか、テラフロップスとかで近いものを探していくと、RTX2080 GeForce のが近いのかな。この辺は多分ちょっと賛否両論あるし、俺より詳しい人とかはいやいやそんなん違うよっていう方もちょっともうちょっといらっしゃるかもわからないんですけれども、僕が見た限りこれが比較的近い、あるいはこれ以上の性能なんじゃないかなっていうのはなんとなく感じているところです。これ10万ぐらいするグラフィックボードですよね。で、この RTX はこれ70度いくかいかないかぐらいまでは発熱するということなんで、いや、そのパソコンめちゃ熱くなるからね、言ってもね、触って熱になるからね。俺今これ手前に置いてるノートパソコンもこれね、これで動画編集とかゲームちょっとやったらこうすげえ熱くなるね。これ熱ってなるんだよね。ここにノートパソコン置いてんのにさらにこれさ手帳を持ってっていう、こう二刀流だから二刀流ハイブリッドでやらせていただいておりますなんですけれども、まあ、そんなわけで GPU もまあ結構熱くなるということで、まあ、CPU、GPU、ストレージ、その3つともかなり熱くなるよねって考えると、ファン合計6つっていうのは十分可能性はあると。で家庭用に出すときにもっと安定してさ熱を抑えようと思ったら
もっとファンつけてくる可能性あるよね。いや、さすがに6個以上のファンはないか。パソコンでもそこまでファンつけてるのってもうゴリゴリのパソコンだよねっていうところになると思うので、まあこれがどうなってくるのか、もっと効率が良くなってファンの数を抑えるのか、まああるいは6個つけてくる可能性っていうのもあるよね、なんていうところが今見て取れてるところだよね、なんていう話ですよね。さあどうでしょうか、今の話が、まあ、PS5 の、まあ、性能から見る発熱問題に言及していったつもりではあるんですけれども、性能を見ていくだけでも、PS5 って今のゲーミング PC の中でも結構上位で、ある箇所に限っては、まあ、ストレージに限っては最上位みたいな感じになってるじゃんみたいなのがなんとなく見て取れると思うんですよね。でもう一度ちょっと CPU、GPU、ストレージの観点からちょっと値段みたいなものもちょっと割り振ってみましょうか。例えばさっき僕がね、近いものでそのパーツを選んでいきましたけれども、 CPU がもし Ryzen 7 3700X ならこれ4万弱ぐらいする CPU ですよね。4万弱ぐらいの CPU に、GPU に関しては RTX2080、 これは結構なんか値段ばらつきがあるんですけども、だいたい10万前後ぐらいといったところになっております。でストレージなんですけれども、ここちょっと厄介で、例えばその 5.5GB 毎秒に近いぐらいの速度が出せるものってなると、 SSD だと PCIe4.0 に対応している、SSD である必要があるんだよね。でこれがね 1TB でね2万3000ぐらいなんだけれども、これこの PCIe4.0 対応している SSD を使おうと思うと、限定的なマザーボードじゃなきゃ使えないんですよね。その X570 っていうのチップセットが入ったものじゃないと使えない。チップセットが入ってるって言い方でいいのか分かんないんだけど、 X570 を使わないと、その SSD 使用できないということで、これが大体ですね2万から3万ぐらいっていうような形になっております。まあちょっとね2万ぐらいと見積もっておきましょうか。で今のものをざっと組み合わせただけでももう18万円以上するんですよね。で正直じゃあ PS5 作ろうと思った時に、もちろんそれ以外にもメモリーや電源や光学ドライブやコントローラーなどなどが必要になってきますよねってなると、すごい高くなる。とんでもないものがゲーム機として今出ようとしているという話になってきております。まあもちろん例えばね、 GPU にせよ CPU にせよ SSD にせよ、僕らが個人的に購入するのと、企業がまあ最終的に PS5 何百万台も売れるわけだから、何百万個の発注するわけだから同じ値段なわけがない。ソニーが発注してる方がはるかに SSD も GPU も CPU も安く、なんだろう、仕入れてるのは間違いないにせよ、にせよ、これ一体どれくらいの値段になるのかなっていう話で考えると、そのゲーム機本体だけで考えたらとても5万6万で出せる代物でもないよなとか、ちょっと思い始めてはおりますね。ただプレイステーションは今、PS プラスの会員とかで増加していってますよね。で PS プラス、まあ、ちょっと値上げとかもしてたりするんですけれども、まあ、そういったゲーム機から来ているサブスクサービスみたいなところでの収益もかなり上がってきているので、最終的に、まあ、もちろんその変な話、7万円以上のゲーム機って誰が買うのみたいな話っていうのは、作ってる本人たちも多分分かってると思うので、ね、今までのゲーム機のボーダーラインを見ると、まあ、4万円ぐらいのもので作ってくるんじゃないかなと思ってたんだけど、まあ、でもさっきのね、そのパーツ組み合わせた時の値段考えたら4万円台とかさ、なかなか考えられないよなってちょっと思っております。6万円から7万円ぐらいね、みたいな可能性がひょっとしたらあるかななんてね、ちょっと思ってたりはしますね。果たしてどんな値段になってくるのか、まあ、ここは今日はね憶測の話だけではありますけれども、からパソコンで組んだ時に、PS5 っていうのは大体20万円前後ぐらいのゲーミングパソコンと同じぐらいの性能をね、持っているものなんだよっていうような、そんなお話をしつつ、6月ただ12日金曜日の、PS5 ゲーム発表会楽しみにしたいなっていう、そんなお話でございましたね。なんかその PS5 の性能とか値段とかに関しては皆さんもね、
詳しい方とかはいろいろ感じるところあると思うんで、ぜひコメント欄にね、皆さんのね、考えや意見を書いてくれると嬉しいです。今日お話ししたのはあくまでも僕が調べた中で僕が感じ取ったものをお話ししているだけですので、ご了承いただけたらと思います。というわけで、今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃねん。今日の一言、俺多分 PS5 12万でも買うと思う。やべえ。だとしたらでも涙です。